僕は前ファイナルに 4,5 年前に出た時に、うん、その解説を勝間さんがしてたんですよ、はい、っていうのをたまたま見ちゃって、はい、めちゃくちゃ文句言われてたいやーここで優位層とかないっしょボロカスに言っててだって点数計算すれば羽真で十分な場面にわざわざすっごい芝居優位層作りに行くから多分最初から見ていただいてます一番最初のやつに見ていただいてます、はい、私前回言ってるんですよからそういうことはすごいですねすごいですねすごいですねすごいですよ、まあ、3つに分かれてまして、はい、平たく言いますと自宅をお城にして短時間労働をしながらお金にも苦労をしないし仕事も楽しくするしお友達とかと趣味も全部楽しみましょうというのんきな本です、はい、僕が読む本じゃないでしょそもそもだからまさしくこのライフステージの擦り込みが良くないんですよ、うん、これで幸せだったら私止めないんですよ、うん、でも別にこれで疲れちゃってる人をたくさん見てるので、うん、俺たちはこれでいいと思ってやってんだからもう、うん、外野が文句言うなみたいな、うん、おせっかいするなぐらいな感じで言われるんでめっちゃうざいんであんまり最近言ってないですだからゼロベースで考えると、うん、別に何もいらないじゃないですか、はいはい、そうなんですよ家もいらないし車もいらないし、うんまあ、僕は子供もいらないと思ってるし、うん、20世紀みたいにですね経済成長が毎年 4% とか 5% してる時代は良かったんですけど今みたいにほぼゼロ成長の時代にこれが成り立たないんですよそもそも、うん私2007年の本からずっと一貫して言ってますよマイカー買うな住宅ローン組むなという話は、うんうん、あと生命保険も入りすぎるなという話とどうして自分の子供にこだわるんですかみんなそれがすごく僕謎だったんですけどあまあ動物だからじゃないですかね合理的な思考だと血縁の子供って実はあまり必要ないんですよ、うん、ただそれだと人間が滅びちゃうので合理的思考だととにかく欲しいというの欲しいんです、うん、だから要はスローライフとか言いながらなんか猫とか飼ってるじゃないですか飼ってるじゃないスローライフは猫セットですよいやいやだから僕猫とかもうめんどくさくてしょうがないですもんめんどくさいことが楽しいわけですから自分がいないといけない生き物がいるっていうのがね楽しいんですよ頼られたいってこと、まあ、頼られたいしあと本当にふわふわでも膝にずっと乗ってるわけですよ一日中そう、それがね生きてるって感じがするんですよそうするとなんか俺逆にうざいって思っちゃうんですよ頼ってくんなよみたいな、うん、誰かに頼られて何者かに頼られてそのよしよしってこう面倒を見てあげることが嬉しさなわけです、ね、人生の喜びなんですね、うん、なるほど、うん、全く理解できない子供も同じですよ、でしょうね、いやだからそこは僕すごい共通点あるなと思ったんですよ、